みんなで何の話してたんすか？ああ、明日の仕事のことでね。そうそう。そうっすか。明日、豆とか重たい荷物が届くから、桜井くん少し早めに来てくれる？ああ、OK ですよ、亜美さん。ありがとう。男手が増えると本当助かるわ。あ、どうした宇崎？先輩、亜美さんは下の名前で呼ぶんすね。ああ？それは名字だとマスターとごっちゃになるからだろ。まあいいっすけどね。あ、それ俺が大事に焼いてた肉。ちょっと宇崎さん、銀シャリが進む。